皆さんこんにちは、土井ちゃんです。今回のビデオは、土井ちゃんテッククリニック第6弾ということで、皆さんの質問に答えていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。それでは見ていきましょう。さて、まず一つ目の質問はヒエラさんですかね。 K ヒエラさん、質問ありがとうございます。チェーンについて教えてくださいということですね。交換時期の話でございますが、0.4 から 0.5 とか、ものによってじゃあ 0.5 から1まで使っても大丈夫ですかっていう話なんですが、基本的にやっぱり 0.75 よりちょっと前ぐらいに交換した方がいいんじゃないかなって、まあ僕はそうやって交換してるんですが、これなぜかというと、やっぱり伸びた状態で走行することによってカセットスポロケット、フロントのチェーンリングに与えるダメージってやっぱりすごくて、それだけなんていうんですか、無駄が増えるので、隙間が増えれば増えるほど、そこにこうなんていうんですか、チェーンリングとチェーンが摩擦、まあフリクションが起きる部分がどんどん増えていくので、それだけそのパーツを削ってしまうんですよね。なのでもう基本的にはもう 0.5 を超えたら僕は交換って感じでやってます。これはだから先ほど言った通り、チェーンリングとかカセットにダメージを与えないため、それをやっていくことによってカセット、そしてチェーンリングがある程度ね、長持ちする、伸びた状態使うよりも長持ちするというふうなことでね、僕はいつもアドバイスしております。なので、まあ製品によってもちろん数字が違うから大丈夫でしょうかみたいな、そういう感覚はすごくわかるんですが、ぜひ 0.75 前までに、交換してほしいなというのが、まあ、交換した方がいいですよというのが僕の、できるアドバイスかなというふうに思います。基本的に僕はそうやって交換してるので、チェーンリングとかカセットに関しては大変長持ちしますし、なおかつギアチェーンする時の、要はトルクを抜いてあげて、しっかりとこうなんていうんですか、カセット、チェーンリングにダメージがいかないような、そういうシフトをすることによって、大変長持ちするという経験はしておりますので、まあ、そういったねシフトの仕方、ギアチェンジの仕方も含めてね、今回アドバイスさせていただきます。質問いただきましてありがとうございます。続いて、おすすめのトルクレンチということですね。まあ、僕が使っているのは、3タイプあります。こういった、トルクドライバー、トルクレンチ、そしてこのもう一個ね、大きいタイプのトルクレンチがあるんですが、使っております。あとはまあね、その他にもデジラチェって言われるデジタルのメーターがついている、トルクレンチだったりとか、あとは本当に何ですか、アナログな感じのトルクレンチも、ありますよね。こういったものに関してはですね、大変使いやすいですし、もう何の不満もないんですが、何がまあ怖いかっていうと、やっぱりこうトルクレンチを使った後に、ゼロ値に戻されず置いておいて、こう中のスプリングがですね、要は数値が狂ってしまうっていうのが、ありますし、これはね、デジラチェっていう、まあ、これもね、要は数値を元に、買った時のね、数値にしっかりとね、アジャストするってことも可能だって聞いたことなんですけど、まだ僕はね、これに関してはやったことないです。デジラチェっていう、とあるメーカーのものに関しては、メンテナンスに出して、数値をね、正常化させるっていう、作業をやったことあるんですが、そういった作業はね、結構大変なので、お近くに、そういったメンテナンスができるような場所があるのであれば、そういった製品を選ぶのもいいと思いますし、単純にトルクレンチが必要ですとか、トルク、ドライバーが必要ですっていう場合は、全くね、パークツールの製品で問題ないと思いますし、パークツールの製品でもメンテナンスできるってショップさんがあるのであれば、いいんじゃないかなというところですね。なので、もしこれから購入する際に、もうなんかトルクレンチって使い捨てではなくて、メンテナンスすればね、ずっと使えるようなものだと思いますので、そういったメンテナンスをしてくれる業者さんがですね、近くにあるのであれば、そういったところを、調べてですね、そういった製品を選ぶっていうのがいいのかなというのが、まあ、僕からのおすすめですかね。まあ単純にこうこれを家に置いてたら普通にかっこいい、それがやっぱりパークツールだと思いますので、これパークツールは全面的におすすめしますが、メンテナンスをする業者がないのであれば、間違った製品をね、選ぶっていうのも一つの手段なのかなというふうに思います。あとは、トルクレンチに関しては、この先っぽについている、先についている、ソケットですね。
こういったものもしっかりとしたものを使ってほしいっていうのもありますし、いろんなバリエーションがちゃんと装着できるものをですね選ぶっていうのもいいのかなと、必要なのかなというふうに思いますので、素敵なねトルクレンチに出会えることを、お祈りさせていただきます。質問いただきましてありがとうございました。はい、続いてテックではないのですが、80キロほど走るとどうしても二の腕がパンパンになってきて辛くなりますと。腕を鍛える、もしくは体幹を鍛えると、鍛える方向のとか鍛える方向のアドバイスを優先で、もし乗り方やセッティングの有効なことがあれば教えてほしいですってことですね。落車大丈夫でしたか？気をつけてくださいね。これができ、これにできるアドバイスとしたら、やっぱりハンドルを上げるかステムをちょっと短くしてアップライトポジションにすることによって腕にかかる体重とか負荷を減らしてあげるってことがおそらく近道なのかなというふうに思います。なのでもしヘッドコラムのスペーサーがステムの上に何個かついてて、ちょっとハンドルバーを上げる余裕があるっていう方は、余裕があるって場合はそういった形でやってもらって、でそれがない場合はステムをちょっと短くしてハンドルにこう体重が乗っかるような感じにをちょっとステムを短くすることによって重心を起こすっていう作業をすれば、ライドしててももちろんね二の腕がパンパンになるっていうことが 100% 解消されるってことはないと思うんですが、比較的、余裕が出てくるんじゃないかなというふうに思うので、そういった形でやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひやってみて、それでも改善できなかった場合はまたねコメント欄に質問していただければというふうに思います。質問いただきましてありがとうございました。続いての質問、ビンディングペダルに寿命はありますかというね質問いただいております。ビンディングペダルに関しては、もちろん寿命はあるとは思うんですが、しっかりとメンテナンスをすればですね長く使っていただける製品でございます。どこをねメンテナンスするかということなんですが、ペダルのね、クランクについてる部分のシャフトって呼ばれる部分なんですが、これはですね大体ペダルのメインの部分から切り離してですね、バラして中をメンテナンス、ベアリングにグリスアップするみたいなことをすることが可能になっている部分で、そういったことをすることによってペダルがですね、ペダルって常にシャフトの上でぐるぐる回り続けるわけじゃないですか。なのでそこの部分にしっかりとダメージがいかないようにグリスアップを常にね何ヶ月かに1回ぐらいやってあげることによってペダルは長持ちするということなので、もちろん寿命はありますが、メンテナンス次第でその寿命は伸ばすこともできるし、縮めることにもなるということなので、どのペダルを使ってるかってこともね合わせてコメント欄に書き込んでいただければもっとね詳しく解説させていただきたいと思いますので、ぜひ質問お待ちいたしております。さて皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、ドイちゃんテッククリニック第6弾ということでね、お伝えさせていただきましたが、僕個人的にはしっかりとアドバイスできているといいなというふうに思うんですが、それでも分からなかったっていう方はですね、正直にコメント欄に書き込んでいただければ再度ですねお答えさせていただきたいと思いますし、皆さんのね役に立ちたいと思っておりますので、ぜひね安心して気軽にコメント欄に書き込んでいただければというふうに思います。今回の動画もね最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。